どうもこんにちは、アンティークテーブルウェアの瀬間道隆です。今日ご紹介する商品なんですけど、今こちらに映っているラスター技法を使ったデコラティブバードとティーセットをご紹介していきます。でですね、ラスター技法なんですけど、この前の動画でもお話をしてるんですけど、この動画が初めてという方もいらっしゃると思うんで、簡単にラスターについてお話をしていきます。で、ラスターってどういう技法なのかって言いますと、これを見ていただくと一番わかりやすいと思うんですけど、こんな感じで光ってるんですよね。で、なんでこれ光ってるのかと、金属で作ってるからとかではないんですよ。オールドムタキはやっぱり陶磁器の会社なんで、陶磁器で作ってるんですよね。じゃあなんで光るのかって言いますと、もともと陶磁器なわけなんですよ。で、その上にラスターっていう液を塗ってこんな感じで光るようになってるんですよね。ラスターっていうのが金属被膜って言って、金属を溶かしたやつの薄く伸ばして磁器の上から塗っていくと、それでこの磁器が光るように見えるということなんですよね。当時のアール・ヌーボー時代っていうのは、やっぱりその銀器っていうのも結構人気だったわけですよ。で、その銀器をもうちょっとこの磁器も銀器に近づけれるかなというところで、このラスターという技法が出来上がったということなんですよね。このラスター技法っていうのは当時どういうふうに認知されていたのかって言いますと、やっぱり普通の磁器と違ってすごく輝いてるんで、高級感があって美しいよねというような感じで、ラスター技法というのは非常に人気のあった技法だったんですね。で、今回のこの商品に関して言えば、内側がオレンジで外側が水色という非常にですね、色合いも可愛らしい、特にやっぱりこう女性の方に好まれるデザインではないのかなというふうに思いますね。で、このティーポットとシュガーポットがあるんですけど、この持ち手の部分、この持ち手の部分がですね、小鳥なんですよね。この小鳥がですね、やっぱり今回のこのティーセットの中で一番魅力的なポイントかなというふうに僕は思っておりますね。ということですね、ある程度ラスター技法についてのお話が終わりましたので、これからですね、拡大の動画をご覧いただきたいと思います。非常に美しい作品となっておりますので、そのまま最後までご視聴ください。はい、今ですね、拡大の動画をご覧いただいているところなんですけど、このティーポットなんですけど、この持ち手からですね、ここの先端まで、ここまでが22センチあります。で、高さがですね、この下から上のピオちゃんの持ち、あの取っ手までですね、ここまで14センチあります。ですので、結構大きいポットなんですよね。で、容量なんですけど、こちらがマックスで550入ります。550まで入れると、だいたいここら辺まで来てしまうんで、ここの空気穴からも出てしまうんですよね、水が。まあ、お茶とかですね。ですので、まあ、450ぐらい入れていただくのが一番いいのかなと思いますね。で、今回はこっちのコーヒーカップなんですけど、これはですね、結構大きいんですよね。今まで紹介してきた商品の中でも非常に大きいです。で、これがですね、140ml 入ります。ですので、だいたいですね、3人分、1、2、3と、3人分で、まあ、このポット1つ使えるかなというところですね。ですので、まあ、2人って言えば普通に使えるんですけど、お客さんが来た時でも全然3人までは使えますよということですよね。で、今回のこのラスターなんですけど、おそらくですね、上から吹き付けをしてるんですよね。で、上から吹き付けをして、そのラスターが終わった後に、ここの持ち手の部分にも金彩を塗るという作業がされていると思います。で、それらが全部終わった後ですね、それらが全部終わった後、この鳥の部分ですね、この鳥のところの表情を描いたりとか、ちょっと見にくいですね、はい。表情を描いたりとか、羽をつけたりとか、尻尾のデザインをしたりとか、そういった作業が施されています。で、ポットの内側がですね、こんな感じですよね。こんな感じになっています。この水色のラスターなんですけど、ここはオレンジなんですよね。こういうところがちょっと可愛らしいなと僕は思うんですよ。で、やっぱこの持ち手のところも金ですね。これもやっぱ高級感がいいですよね。じゃあ一通りですね、ポットのご紹介が終わったので、次、ティーセットの方に移っていきます。はい、今ですね、ティーセットの拡大の動画をご覧いただいているところなんですけど、こちらのサイズなんですけど、ここの直径ですね、ここの直径がだいたい 9.5 センチ。で、ここの高さですね、ここからここまでの高さが5センチぐらいになりますね。で、持ち手のところも金彩が入ってて、高級感があります。ちょっとこの金彩とか忘れてるんですけどね。で、裏面はですね、ノリタキの代表的な森村ブラザーズの M
の刻印が入っております。でプレートですね、プレートもこんな感じになっております。これがですね、ちょっとここら辺とかラスターがもう剥がれてしまってるんですけど、まあそれでもですね、十分美しい状態に保たれてるんではないかなと思いますね。でこんな感じですね、裏面はプレートの場合は、操作ですね、操作の場合はサインが入ってないという商品ですね。でこの操作なんですけど、この操作の直径が13センチということになっております。ですのでこのソーサーとプレートだけ、ソーサーとカップだけでももう十分に楽しめるんですよね。じゃあプレートって何のためにあるかって言いますと、このプレートってのがめちゃめちゃでかいんですよね。このプレートが実際19センチあるんですよ、この直径がですね。ですのでめちゃくちゃでかくて、まあそれは知ってるよって話になってくるんですけど、このプレートってのがケーキとかデザートを乗せるために使う商品なんですよね。ですのでもうティータイムだけですよという場合であれば、このソーサーとカップだけでも十分に楽しめますよというふうになっております。まあそんな感じですね、やっぱこう高級感があってラスターの技法を使ってるんですね。高級感があって色合いも可愛らしい、こう暖色的な色なんですね。そういった作品なんで実際に使うのには非常に使いやすいのかなというふうに思いますね。そういった感じですね、まあ一通り拡大の動画の紹介が終わりましたので、また僕の動画に戻りますね。はい、今ですね、拡大の動画をご覧いただいたんですけど、今まで僕が紹介してきたオールドノイタケの中で一番高級感があって実用性が高い商品になるのではないかなというふうに思いました。今までもですね、結構高級感のある作品、まあ他のラスターですね、他のラスターとかも紹介してきたんですけど、やっぱりこうなんといってもちっちゃいんですよね。デミタスサイズがほとんどだったわけなんです。で、この大きめのコーヒーカップのラスターという商品もなかなか出てこなかったんですよね。でも今回ですね、あ、結構大きいねという商品があったので、実際に仕入れて自分も使ってみたんですね。まあ水なんですけどね、水を入れてどのぐらい入るのかなというところで試してみたんですけど、結構大容量なわけなんですよね。で、大容量なわけなんで、この3つ分使えることができるということで、まあね、毎回毎回継ぎ足さなくていいっていうのは結局魅力的なポイントなんですよね。デミタスだったらですね、やっぱりこう、もう毎度毎度継がないといけないと、お客さんに出すのもちょっと難しいなというところがあるんですけど、今回のこのコーヒーカップセットであれば、もう全然ですね、お客様が来た時にもこれらの食器を出しておもてなしをするっていうので全然成り立つと思います。で、その中でアクセントになってくるのがこのピオちゃんですね。このピオちゃんがアクセントになってくれるはずなんで、こういった作品を使っておもてなししていただくのはすごく充実した時間を送っていただける要素になるのではないかなというふうに思います。でですね、今日ご紹介した商品なんですけど、ティーポットとシュガーポットとこのティーセットが、ティーカッパーのソーサーが3セットなんですよね。で、クリーマーがありません。なので、まあ、ティーポットとシュガーポットとこの3つということで、まあ、今回はですね、分割して販売をしておりますので、ティーポットとクリーマー、まあ、これを一緒に購入されるのが一番いいのではないかなというふうに思いますね。ということで、今日はここまでご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画がですね、楽しかった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録といいねの方をよろしくお願いいたします。